皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は空飛ぶバイクの破産について解説していきます。しくじり宇宙企業解説か。今日は違うわ。え？タイトルをよく見て。しくじり宇宙じゃない企業解説。たまたま元関係者に宇宙狂信者がいてね。お話をいろいろ聞いたから今回は特別編として宇宙じゃない企業解説をするわ。なあ、宇宙じゃない企業ってそれはただ単に企業だよな。それって、しくじり企業。おっと、それ以上はいけない。こいつとうとうやりやがった。何のこと言ってるのかさっぱりだけど、始めるね。嘘つけ。さて。まずは、この画像を見て。なんだこれ。空飛ぶバイクよ。え、空を飛ぶ？動画も見て。音がすげえな。うお、浮いた。空飛ぶバイクは、バイクのようにまたがって乗るドローンのことでね。こういう人が乗って空を飛ぶ乗り物をエアーモビリティというわ。へえ、こういうのもできるんだな。こういうエアーモビリティってちゃんとした定義はないんだけど、基本的に電動で垂直離着陸が可能な小型の飛行体などによる身近で手軽な空の移動手段のことで、都市の渋滞緩和、離島や山間部での新たな移動手段、救命救急医療や迅速な物資輸送などへの応用が期待されているわ。まるでヘリコプターだな。空飛ぶ車もこのエアーモビリティの部類に入るね。そういうのが本当にできて気軽に使えたらいいんだけどな。この空飛ぶバイクの名前は X ツーリスモ。日本にある民間企業 AUI テクノロジーズが開発した空飛ぶバイクだね。聞いたことない会社だな。 AUI の歴史を簡単に紹介するとね、 AUI はもともと東京大学で航空宇宙を研究する学生たちが作ったエアリアルラボという企業が前身で、ドローンの技術開発を受け負うのを生業としていたんだけど、2016年設立以降赤字続きだったのね。スピンオフした意味がねえな。翌年には債務超過の状態になってしまったわ。破産待ったなしだな。そこに手を差し伸べた人物がいたわ。誰なんだ？小松周平氏よ。投資家かカニかか？小松氏は東京大学大学院の OB でね、外資系証券会社でトレーダーをしながらエンジェル投資もしていたから金融マン兼投資家って感じね。エリートの匂いがするな。小松氏がオーナー兼 CEO 兼 CTO に就任した1年目から会社は黒字に転換。2年目から江田利益でドローンの最先端技術の開発を始めたわ。やっぱりエリートだったか。でもどうやってそんなに早く黒字化できたんだろうな。もともとは債務超過の会社だったろ。技術にうぬぼれていたからよ。どういうことだ？技術はいいものを持っていて、まさに最先端って感じだったらしいんだけど、それがお客さんのニーズに合ってるかどうかは別問題よね。まあ確かに。エアリアルラボはまさにそんな状態で、ニーズがなさそうな先端技術を並べてただけだったらしいわ。なるほど、それで売れずに債務超過か。小松氏はお客さんのニーズに合わせて開発する体制にした。その結果、買収後1年目から黒字を達成したってわけよ。商売のやり方が良くなかったのか。買収後2年目では社名をエアリアルラボインダストリーズに変更。ドローン技術を活用した空飛ぶバイクの開発がスタートするわ。債務超過だった会社が2年目から新商品開発を始めるのか。取締役としてコンサルティンググループ出身の片野大輔氏、プレステの開発をリードしていた三浦和夫氏、外資系ヘッジファンド出身の伊藤大地氏が合流。それぞれ経営、開発、財務の責任者が揃ったからできることだね。人材面も万全にしていくんだな。2019年に会社名の頭文字から取った AUI テクノロジーズに社名変更。業績の方は順調で、JR 九州と線路点検用ドローンの共同開発を始めて、機体の開発と納品をしていたし、名古屋鉄道が主催するドローンスクールの支援もしていたわ。鉄道系に強いのかな？資金面も順調で、2019年には京セラや三菱電機、三井住友などから当時業界最大級となる合計23億円を調達したわ。23億円ってすげえ大金だな。一方で X ツーリスモの開発も順調で、東京モーターショー2019でスポーツカーを意識したデザインコンセプトを公開したわ。かっこいいな。でもあくまでデザインコンセプトだからこのまま販売されるわけでもなく、実際に販売されるのはこっちだね。まあ悪くないな。っていうかマジで販売したのか？したよ、7700万円で。たっか。この機体は2021年から予約販売がスタートした限定モデルで、
その名も X ツーリスモリミテッドエディション。世界200台限定のモデルだね。名前がそのままだな。ちなみに中身がどういう風になってるのかっていうとね、ボディカバーを外すとこうなってて、駆動源はガソリンエンジンとバッテリーのハイブリッド。機体の前後に一つずつある大きなプロペラで機体を浮かして、四隅にあるプロペラで機体の姿勢制御をするわ。プロペラが多いな。機体重量はおよそ300キロで一人乗り。上昇可能高度は3メートル。速度は最高80キロで、ガソリン満タンとバッテリーフル充電で最大40分飛行できる仕様だね。結構大きいように見えるけど300キロしかないのか。操縦はグリップの下にあるコントローラーを操作して、横移動はコントローラーでやるかバイクと同じ荷重移動で操作するわ。ようやくバイクっぽい要素が出てきたな。コントローラーさえ操作できればタオパイパイみたいな乗り方もできそうね。怖いよ。そういやこれって公道で乗れるのか。免許とかどうなってるんだ。バイクなんだから中免でしょ。え、嘘だろ。まあ嘘だけど、実際は法律が存在しないから無免許で乗れるよ。その代わり私有地でしか乗れないけどね。広い敷地を持ってる金持ちのおもちゃだな。まあその辺は国土交通省も考えてるみたいで、こういうのが流行る頃には新しい免許区分が出てくるだろうね。大型ドローン免許とか出てくるのか。順調そうに見える ALI だけどまだ弱点があって、それが販路なんだよね。販路？ ALI は日本国内に拠点を置いてる会社だけど国内需要は少ない。ドローン事業を成長させていくなら世界を相手に商売をしていかなくちゃいけないの。なるほどな。そのためにアメリカにエアウィンズテクノロジーズという現地法人を作り、エアウィンズ親 ALI を子とした体制を作ったわ。アメリカ法人が親なのか。グローバルに展開するには航空宇宙業界が盛んなアメリカがいいし、ナスダック上場も控えてるからね。上場するのか。上場で得た利益は投資みたいに利息をつけて返すようなものじゃないし、短期間で大きな利益が得られるばかりか、上場ニュースで知名度も高まるわ。いいことばかりだな。上場の際は1株16ドルで売り出す予定で、70億円から80億円を調達できるわ。返さなくていいから、ほんとありがたい収入だな。2023年2月、無事、ナスダックへの上場を果たし、それで得た利益で ALI はさらに飛躍する。はずだったわ。あら？従業員のほとんどを解雇、本社は誰も来ず、山梨の開発製造拠点は賃料未払いで夜逃げ。2023年12月に東京地裁に破産を申請したわ。上場して大きな資金を得たんじゃないのか？今回のしくじりポイントは、上場とコストだね。よくわからんな。簡単に解説するとね、ドローン事業は順調で黒字だったけど、X ツーリスモの開発コストは思ってる以上に高いらしく、金額は不明だけどコストがかかる理由はそのデザインで、スポーティーなデザインイメージを達成するために加工コストが高くなってしまったらしいわ。かなり無理をしてるのか。そんなコストが高い事業に全振りしてるものだから懐もだいぶ寒くなってて、会社の純損失は月2億円、年間売上が7億円なのに年間に14億円もの損失を出してるわ。マジで23億円を調達したって言ってたけど1年しか持たねえじゃん。だから早く上場したかったってわけよ。なるほど、そういうわけか。でも上場したら大きな資金が入ってくるわけだろ。それがほとんど入ってこなかったわ。え、なんでだ。闇に取り込まれたのよ。どういうことだ。エアウィンズが取った手段はスパック上場でね。通常株式市場に上場するためには上場基準を満たし、事業や財務内容の審査をパスしなきゃいけないの。そうだな。これは資金が欲しいベンチャーにとってはなかなか厳しくてね、上場基準を満たすために弁護士や証券会社などと契約して膨大な書類を作成しなきゃいけないし、長い準備期間が必要だから大きなコストがかかるわ。資金が欲しいのに大きなコストなんて払ってられないな。そこで考え出されたのがスパックでね。まず上場させたい会社を作ります。この会社は事業を全くしてない空き箱みたいな会社だけど、上場基準だけは満たすようにしてます。事業を全くしてなく、お金の動きもほとんどないので審査もとてもスピーディー、あっという間に上場できます。そんなのっていいのか。規則の網をかいくぐるよう編み出された手法だからいいのよ。マジか。投資家はこの空き箱会社の株を買って投資します。アキナコ会社は集めた資金を元手に上場を希望する将来有望なベンチャーを探します。そうやって見つけたベンチャーを買収し合併、事業存続会社をそのベンチャーにします。
そのベンチャーは新たに株式を発行して資金を集めます。あら不思議、ベンチャーが基準を無視し審査を受けずとも上場して資金を集めることができるわ。合併を悪用した制度ってことなのか？悪用ってほどじゃないけど、規則の網をかいくぐったものだね。すでに市民権を得ていて、いろんなベンチャーが上場してるわ。へえ、そうなのか。話をエアウィンズに戻して。ALI の親会社エアウィンズも、このスパック上場をする予定で、秋箱会社のポノキャピタルと合併して、新たな株式を発行して、資金を調達するはずだったわ。一体何があったんだ？これを見て。これは？エアウィンズの株価よ。なんか、ここあたりでナイアガラが起きてんじゃん。合併後の2023年2月、1株16ドルで売り出したけど、一気に売りに出されて株価は急落。投資家に売った株式の 99% が償還されてしまったわ。エアウィンズに何か悪い材料でもあったのか？ ALI が資金難という悪材料はあったけど、それが全てじゃないわ。じゃあ何なんだ？秋箱会社がなぜか1株1ドルで売ったからよ。え、1ドル？エアウィンズとの合併後、上場取引開始の48時間前に秋箱会社が1株1ドルで新規発行をして、およそ500万ドルを調達したわ。なんで1ドルなんだ？なぜ1ドルなのか謎だけど、秋箱会社は資金的体力がなくて、上場する際の弁護士費用などを調達する必要があったらしいわ。マジかよ。1ドルってクソ株基準だからね。ナスダックでは1ドルを下回るとクソ株警告が出されて、180日以内に1ドルを上回らないと上場廃止になるわ。それなのに1ドルで売り出すなんてひどいな。マリサがこの会社に投資した投資家だとして、16ドルの予定が直前で1ドルで売りに出されたらどうする？なんか悪い噂でもあるのかと警戒するよな。実際の投資家も同じことを思って、取引開始直後に急落。資金が集まるどころの話じゃなくなったってわけね。なるほど、それで資金のめどがつかなくなって会社が回らなくなったのか。ちなみにね、ALI の社外取締役、秋箱会社のポノの社外取締役、ポノを立ち上げた会社の代表は同じ人よ。マジで？本人は利益相反を避けるために弁護士を入れて対策をしていたというけれど、さてどうなんだろうね。自分の会社の損失をカバーするためにエアウィンズを踏み台にしたように見えるけどな。ちなみにこの件でこれまで会社を引っ張ってきた小松氏とポノ側が揉めて、ポノ側は小松氏を退任に追い込み、その代わりとして取締役の伊藤大樹氏を新しい CEO に据えたわ。なんだかきな臭いな。当てが完全に外れてしまった ALI は新たな資金を調達する必要に迫られ、とある海外投資会社から500万ドルの資金調達に成功したけど、月に2億円を損失する会社だから焼け石に水状態。その後40社以上と交渉したけど、2億円を1ヶ月で溶かす会社はちょっと、と言われてしまう始末。このまま破産への道を爆走。2023年4月には一部の取引先への支払いが滞り始め、140名いる従業員への給料も支払えない状態になったわ。もうダメだな、おしまいだ。でも神様は最後のワンチャンを用意したわ。神様来るの遅いな。とある海外の投資家から出資の打診があったわ。救いの手が来たか。その救いの手は条件付きだったわ。条件？親会社をかばい全ての負債を負った ALI に対し、投資家が言い渡した出資の条件とは？気持ち悪い言い方すんなよ。役員に迎えてくれたら出資するという内容だったわ。役員悪くないんじゃないのか？結局それを受け入れて、その投資家はエアウィンズの取締役に就任したわ。これでしばらくは資金の心配はいらないか。2023年6月、この投資家が来日して真っ先にやったことが従業員の整理解雇。リストラされた従業員は退職金はおろか未払いだった給料も支払われないままだったわ。それはひどすぎる。残った従業員はわずか数人となったわ。140名から数人か。でもさ、その投資家からの出資が来たら給料が支払われるよな。残念なことに出資はされないまま、エアウィンズの役員は半数以上がその投資家の関係者が占めているわ。乗っ取られたのか。当時の役員従業員がほとんどいなくなった ALI は11億円以上の負債を抱え破産。2024年1月、CEO の伊藤氏も退任して、その投資家が付き、ALI の破産について、こうコメントしたわ。潰れたのは日本法人の話で、親会社は関係ありません。ドローン事業は親会社で行っているので、何も問題ありません。完全に乗っ取られたな。これが ALI の破産までの道のりね。
これまでのしくじり解説の中で一番ひどいかもしれんな。最後にこの X ツーリスモについてちょっとした話をするわ。何かあるのか？まずデザインを優先にした設計だったから横風に弱くてね。屋外で横風に吹かれると横転する可能性が高いらしいわ。え、マジで危ねえじゃん。そして運転するのが難しく、車内パイロットは一人いたけど。でも飛行ではパイロットは運転せず、パイロットを乗せて遠隔操作することもあったらしいわ。パイロットは飾りかよ。運転が難しく、習熟するのに半年かかるからね。そんなもんを売ってたのか？売るといえば販売開始時点の話もあってね。時速80キロ、最大40分飛行可能って言ったでしょ？そうだな。販売開始の時点ではこの性能を満たしてないままだったわ。つまり開発途上の製品を希望的仕様を謳って売ってたってことだね。買っちゃった人はどうするんだよ。買った人はいるけど納品されたのかまでは知らないわ。潰れちゃったしもういらんだろ。というわけで今日はここまでね。ベンチャーらしい内容だったな。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。上場するにしてもわなみたいなのがあるんだな。ちなみにちょっとしたお話があってね、エアウィンズが収まった箱はもともと別の会社が収まるはずで、エアウィンズはいずれ上場する二つ目の箱に収まる予定になってたわ。じゃあなんて一つ目の箱に収まったんだ？その会社との合併交渉が破談したからよ。ああ、それで急遽予定を変更したのか。スパックは空き箱でも上場できるけど期限が設けられていてね。上場から2年以内に合併しないと上場廃止となり、投資家から集めた資金を返還しないといけないのね。そうすると上場させるためにかけたコストが丸々損になるから、エアウィンズとの合併を急いだってわけね。なんかエアウィンズ側が被害者に見えてきたな。まあ退任した後の小松氏のコメントを読んだけど、空き箱を用意した会社への恨み節が一発目に来てたね。資金を得るはずが得られなかったわけだからな。マリサもスパック上場に気をつけてね。しねえよそんなこと。